号力士を先頭、テイエム怪物とディープインパクト3番手に上がって外からぐーんと前に接近、400を切りました。直線に向きます。ランドフラッグが4番手、今度はディープインパクト一気に先頭か、ディープインパクト先頭、あと2番手にはテイエム怪物と混合力士用の争いに、外からはコンバットマニア、あるいはランドフラッグ2番手に迫ってきますが、先頭は抜けたディープインパクト、2番手ももう一度混合力士を伸びて3番手にテイエム怪物です。先頭ディープインパクト五輪大勝でした。武豊騎手、もう勝てばこれが全て記録です。2分3秒8、上がり4ハロン45秒4、3ハロンは33秒4、間もなく迎えます。先頭テイエムヒットベ、2番手には K.I. ヘネシー、じわっと近づいてきた。その後玉光、まだ後方にディープインパクト、前とは7馬身の差、400を切っている。先頭はテイエムヒットベ、テイエムヒットベ、そして K.I. ヘネシーが出てきた。 K.I. ヘネシー、玉光、ディープインパクトがじわじわと迫ってきた。残り200を通過、一気に加速、ディープインパクト衝撃の末脚、一気に抜けた、強い、強すぎる。4番ディープインパクト、強い印象を残してゴールイン。クラシックに向けてまた印象的なレースを披露しました、ディープインパクト。切りました。あとはレッドバトラー4番手から3番手に上がっていきます。一気に後方からディープインパクト、今5番手の外まで上がってきた。5番手の外、その直後に各馬進出してまいりますが、その間にはマチカデオーラがいます。400切って4コーナーカーブから直線コースに向かって、先頭ダイワキングコン、打ち出し沿いからはアドマイアジャパン、マイネルレコルトが間から先頭に並んでくる。一気に外からディープインパクト、3番手から2番手先頭を奪った。ディープインパクトが先頭、打ち出し沿いからアドマイアジャパンがそう詰める。この2頭の接戦になりそうだ。マイネルレコルト3番手、しかしディープインパクト合流抑え切りました。最内からアドマイアジャパン給水しましたが、早め先頭からディープインパクト、そしてその外にディープインパクトが早くも上がっている。4コーナーカーブから直線コースに向かって、混合力士を内からビッグプラネット、この2頭の競り合いを外から一気に捉えるか、マイネルレッド、一気にディープインパクトだ。ディープインパクト、あっという間に先頭、追ってくるのはシックスセンス、内からアドバイアジャパン、これは独走、強いディープインパクト1着。まず1冠目は4連勝、束を相手にしませんでした。勢いです。3、4コーナー中間から4コーナーに向かって、アドマイアジャパン、そしてダンスインザモア接近してきました。そしてその外にディープインパクトが早くも上がっている。4コーナーカーブから直線コースに向かって、混合力士を内からビッグプラネット、この2頭の競り合いを外から一気に捉えるか、マイネルレッドと、一気にディープインパクトだ。ディープインパクト、あっという間に先頭、追ってくるのはシックスセンス、内からアドマイアジャパン、これは独走、強いディープインパクト1着。あとはシルクネクサスが差を詰める。シルクネクサス、あるいは外からダンツキッチョ、アドマイアジャパン、大外からディープインパクト、一気に先端を飲み込むか。残り400切って、ディープインパクト打ち出すとインティダイミ、この2頭は先頭一気に変わって、ディープインパクトだ、これは独走になりそうだ。坂を登り切って200を切った。2番手は内粘るインティダイミに外向かうかが追いつかる。シックスセンス、大外から西の6までも、真ん中からはアドマイアフジが追い込んでくるが、インティダイミ2番手、先頭ディープインパクト圧勝ゴール。2着はインティライミ、3着はローゼンクロイツが内から外を通って、一気にディープインパクト、早くもシックスセンスの外へ、ディープインパクト直線逃げ込みを図るストーミーカフェ、外からディープインパクト、こっからが速い、あっという間に抜け出した。あとゴールまで 200m であります。シックスセンスが2番手、ディープインパクト、ようやく高井戸が今リング長一発振るっただけ、ゴール前余裕がある。3馬身、4馬身、5馬身、三冠へ向けて確勝、素晴らしい勝利です。ディープインパクト、その強さに場内もどよめいています。シャドウゲート、2番手にはアドマイアジャパン、6馬身差、3番手にはローゼンクロイツ、先に動いた。その後からディープインパクト、現在78番手、袖を持ち出しババの真ん中、ディープインパクト先頭までは7馬身ぐらいのところだ。先頭はリードを3馬身ぐらいで持っています。懸命にアドマイアジャパンですが、ババの真ん中からディープインパクト追い込んできた。さあ200m 並んだディープインパクト、ディープインパクト、ここでかわす、21年ぶり無敗の三冠馬の誕生、リード3馬身で今ゴール。三冠達成、これが歴史に残ります。英雄の足です。素晴らしい英雄の足、三冠達成、史上6頭目の三冠馬の誕生でございます。7戦全勝。
やりました、溜めていました、ディープインパクト見事にゴール前捉えました。強い競馬三冠馬の誕生です。第3コーナーをカーブしました。あとは2馬身差、ディープインパクト動いた、ディープインパクト今中段外を回ってスーッと上がっていった。リンカーン内をついている、全能力ライダー内をついて手が動いている。あと外を回ってはヘブンリードマンス 400m を通過。第4コーナーをカーブ直線コースにいて、ここで先頭変わってコスモバルク、コスモバルク先頭だ。ハーツクライ、ハーツクライ、リンカーンが来た、リンカーン来た、外からディープインパクト、ディープインパクト 200m を通過して坂を上がってくる。ハーツクライ、ハーツクライ、コスモバルク、リンカーン、ディープインパクト、ディープインパクト、ハーツクライ、ハーツクライだ、ディープインパクト2番手か、ハーツクライ、ハーツクライ、ハーツクライだ、ゴールイン、ハーツクライ手を挙げました。ルメール手を挙げた。2馬身ぐらいです、2馬身から3馬身、インテライミ2番手、3番手にはデルタブルース、早くもディープインパクト4番手、4番手からほとんど手綱が動かずに3番手の外に並んでいきました。ディープインパクト一気に一気にロケットが点火した。ディープインパクト先頭だ、400をまもなく迎えます。直線コースに見て、早くもディープインパクト先頭だ、早くもディープインパクト先頭、2番手東海トリック粘っている、3番手にはデルタブルース、あと4番手追い込んでくるアイポッパーファスト立山、後方からはハイフレンドトライ200を切りました。先頭はディープインパクト、リードが2馬身から3馬身広がった。2番手東海トリック粘っている、東海トリック粘って3番手にはデルタブルース、先頭はディープインパクト、ほとんど手綱を持ったままディープインパクト合輪。2006年新たなる新たなる不敗神話のスタートか、今年の初戦は快勝。カーンと東海カムカム成田センチュリー、ハイフレンドトライ固まってきました。そのうちからさあ外からはディープインパクト、ディープインパクト、後方から中段、中段の外からぐんぐん上がっていった。ディープインパクト一気に上がっていった。800を迎えます。先頭はブルートルネード、ブルートルネード、2番手にはシルクウェイマスか、シルクウェイマスか、ディープインパクト、ディープインパクト一辺に上がっていった。連れてローゼンクロイツ、ディープインパクト早くも坂を下り切って600を通過、先頭だ。ディープインパクト2馬身のリードを取って先頭、4コーナーカーブ、2番手にはローゼンクロイツ、ローゼンクロイツ、あとはリンカーンが3番手から前に接近、内はシルクウェイマス、後方からはストラタジェも追い込んできた。しかし先頭はディープインパクト、ディープインパクト追ってきた、リンカン追ってきた、リンカン、あとはストラタジェムが3番手、マッキーマックス4番手、ディープインパクト先頭200を通過、またリードが3馬身から4馬身、2番手にはリンカン、3番手ストラタジェム、ディープインパクト先頭だ、ディープインパクト圧勝でゴール、ディープインパクト圧勝、2番手にはリンカン。カムカム、さあディープインパクトが飛ぶように飛ぶように 3,4 コーナー中間から4コーナー一気に後位に取り付いてまいりました。さあバランスオブゲーム先頭だが、そのディープインパクト現在単独2番手の位置上がっていった。ダイオメジャーが現在2番手から3番手の位置、その後方からはリンカーン現在 4,5 番手の一戦だ。さあバランスオブゲーム外からはさあディープインパクト来た、外からディープインパクトが来た、さあ内食い下がっているバランスオブゲームだが、外はディープインパクト、ディープインパクト楽々と抜け出した。ディープインパクト2番手3番手後続を突き放している。先頭はディープインパクト、日本競馬の至宝ディープインパクト、ディープインパクト勝ちました。 Royal Link is called on for an effort, then Best Name, Pride and 60's Icon, they're in the home straight now, just inside the two, and Scirocco is the first one to go for home, but grabbed by Deep Impact, then Irish Wells, Hurricane Run can't get a run, here's Royal Link on the outside, followed by Pride, Scirocco and then 60's Icon, it's Royal Link who grabs the lead with a half furlong left to go, Deep Impact is coming back at him, Royal Link the three-year-old fighting more, Pride is flashing home, but further back in the field then Best Name who ran on with Hurricane Run, they're followed by Irish Wells, 60's Icon and Scirocco is last to finish. The winner. 4コーナーの中間からこれから4コーナーのカーブ、1頭そしてまた1頭じっくりと両襟していくディープインパクトと武豊の勇姿。さあ直線コースに向かってまいりました。コスモバルク依然として先頭、そして当選者だお、インコースからはドリームパスポート、白い帽子ハーツクレーは内側、外から一気にディープディープ飛んできた、ディープインパクト飛んできた、緑の帽子もう一頭、ドリームパスポートも内の方で頑張っているが完全に抜け出しているディープインパクト、ディープインパクト、そして2番手ドリームパスポート、3番手にビジャーボート上がってきた、先頭ディープディープインパクト、勇気の翼をいっぱいに広げてディープインパクト、凱旋のジャパンカップ見事にたまりにたまったこの素足パワーを弾けさせてくれました。これで暮れの有馬が本当に楽しみ。
ディープインパクト期待に応える最後の直線、見事なレースぶりでした。ディープインパクトは今後方4番手まで上がっている。ディープは現在後方4番手、残り600のハロンボールを既にアドヤハイアメインは通過しています。ダイワメジャーが早めに行った、名将サムソン、デルタブルース、さあポップロックも早めに行った、外の方からはスーッと上がってきた赤い帽子ディープインパクト、さあディープインパクトがここで翼を広げるか、ディープが今翼を広げた、外目をついて上がってくる、名将サムソンをあっという間に横綱にした、ディープインパクト先頭、ディープインパクト先頭、間違いなく飛んだ、間違いなく飛んだ、ディープインパクト先頭が大丈夫だ、そして日本本が飛んできている、最後の衝撃だ、これが最後だ、ディープインパクト、ラストランを見事に飾りました、ディープインパクト、これが私たちにくれる最後の衝撃。昨年は3カ国のクラシック戦に勝利いたしました。日本ではワグネリアン、ピエールマンが、ダービーと菊花賞を勝ちまして、フランスではスタディオブマンというのが、フランスダービーを勝っております。またイギリスではサクソンウォーリアが、2000ギニアを勝っております。またその続く世代のダノンファンタジーがですね、阪神ジュベナイルフィリーズ勝ちまして、最優秀2歳牝馬に輝いております。いつも通りに大変突き抜けた数字を、記録しておりまして、これを当たり前のようにこうやって皆様の前で、その活躍が当たり前かのように、紹介できる存在であるというのが、私関わらせていただいて非常に幸せなことだと、感じております。また、この馬ですが、先ほどもカナロアでも、言いましたけども、母地として、また成績が上昇してきているところでございます。年明けの京成杯では、1着はもちろんですが、2着も3着も母地ディープインパクトの馬が勝っております。また先ほど触れましたが、奇跡、も母父ディープインパクトですし、3歳戦、では、今年ファンタジストという馬が重賞で勝って、クラシックを、に挑戦していくところでございます。じわじわと成績を母父としても伸ばしてきておりますので、今のうちにですね、ディープインパクトの牝馬、何か生産牧場に馬主様から導入のお誘いがあったらですね、ぜひ前向きに導入していただければと思いますので、これからどんどん成績も上がってまいりますので、ディープインパクト、父としても母父としても重宝を重要視していただければと思います。はい、それでは最後ディープインパクトでございました。一周して帰らせていただきます。以上が27頭今年シャライスタリオンステーションでラインナップさせていただきました。このですね、シュボバのラインナップはもちろんですね、一シュバ所としても皆様に信頼していただけるような環境で仕事していきたいと思いますので、スタッフ一同今年もよろしくお願いいたします。